あ、そうだ。でもね、皆さん、似てるってことは、だいぶ、モロ派の剣でしてね。私と、我々はね、本人たちが言ってるんでいいですけど、むしろ私は似てるって言われて嬉しいしね。でも、基本的には似てるは褒め言葉と思わない方がいいよ。特に本人に伝える場合は、そう、気をつけな。って私はずっと思っている。だって正直私、わためちゃんが初配信してる時に、ウイママに似てるみたいなコメントがいっぱい出てきた時、おい、やめろ、お前たちやめろってめっちゃ思ったもん。なんで初配信の子にそんな水差すのってめっちゃヒヤヒヤしながら見てたよ。わためちゃんがネタにしてくれたからよかったものの。いや、あれは本当に良くないんだよな。急に意にもよる。まあ、本人に言うのは良くないかなという感じ。むしろ、そんなね、似てるっていうのはね、自分の中にある対象物をその子に当てはめてるだけで、自分の引き出しの中でしかないんでね。正直そんな似てないんですよね、実際のところ。良くないんですよね、っていうやつ。だから、本人がネタにしてるならやっていいけど、してない場合は言うのはあまりよろしくないかなというね、しくれ売りの意見でございますわ。